そういうことが一度もなかったのは、本当にありがとうございます。そういう技術者の皆様はね、一つ一つ丁寧にやはりものづくりをされたというところと、そういうこともあるんでしょうね。まあ、でも本当にあの素晴らしい、そしてこのやっぱりね、並列ならではワイドな感じの車両というのは本当にあのこのスタイルですけれども、いつ見てもいいですね、やはりね。そうですね。本当にあの素敵な時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうぞ今一度大きな拍手をお送りください。本田さん、ありがとうございました。さあ、そして、続きまして川崎さんにお話を伺いたいと思います。川崎裕之さんです。大きな拍手をお願いします。久しぶりにシャゲさんからお越しいただきました、はい、どうでしたか、彼女とのライディングは。あ、最高ですね。思い出しました。思い出しました。もう本当に乗る前からワクワクされてるのは私ももう感じてたんですけれども、先輩をあっさり抜いていかれましたけれども、大丈夫なんですか。前に行ってますよ。そうですか。でも、開発する難しさですとか、大切さっていうのを太田さんが受け継がれて、はいはい、そしてそのアイゾタンス、最先端の車両を開発をし、作り上げた場所ってやっぱり、たまらなく思い出があると思うんですよね。そうですね、85年生きてですけども、そういう感じはしないですね。ついあ、そうですね。もう完全にタイムスリップしたから。そうですね。久しぶりに気持ちいいです。気持ちいいですか。小さい頃のこのちょっとこうピークに乗りにくいさ。急になんかピークのパワーが来るような、ね。そういうのが気持ちいいですよね。あのシャケさんが選ぶ YZR の中で、ベストなものっていうのは何か、ベストね、86年ですけど、これがね、はい、ほとんど変わらないぐらいだよね。ほとんど変わらないぐらいで、これから85年なんですけど、はい、なんていうかな、自分の開発の中でね、自分でも速く走れるぐらいが欲しかった。で、自分が速く走れるんだったら、当然タイトルとか ID 要素とか、うん、もう全員いいジャンプをつけたら、はい、それを基準にしたんですね。で、その中でやっぱりこう、85年、86年から、ほとんど変わらないんですけどね、なんかね、100% 言うことを聞いてくれる。本当に一体になれる。一体になれるとバイクだ。それがやっぱり自分が選ぶ86年、そうですね、85、86、はい、かわいいです。かわいいですか。はい、じゃあファンの皆さん、何か一言いただけたら。はい、これからもロードレースが続きますけども、皆さん、サーキットに足を運んで、ライダーにプレッシャーかけてください。お願いします。